なあ、ケイ。ん？なんですか、田中さん。元気ありませんよ。あ、本当はずっと黙ってるつもりだったけど、あえて無視する君との未来も、あと6日で発売だろう。そう思ったら、もう黙っていられなくなった。かなり厳しい話をするけど、私の本音を聞いてくれ。なかなか淡白な宣言ですね。いろいろと突っ込みたいけど、あえてやめておきます。で、何が言いたいの？いやー、まあ、もしかしたらあんまり関係ないことかもしれないんだけどさ、でもやっぱ気になるっつうか。うん、その言い方マジ気になりますよ、田中さん。サクッと言っちゃってください。うん、わかった。あのさ、うん、焼きそばパンってさ、え、キャベツ入ってないのおかしくね？田中さん、ゲームとマジ関係ない。